チューリップの植栽、休憩法府上休憩法フ公園は、オランダのリッセに位置する世界最大の花の公園である。カークンホフとはオランダ語で、台所公園、キッチンガーデンのこと。別名のヨーロッパの公園とも言う。総面積32ヘクタールの園地に植え付ける花の、球根は毎年700万球に上る。休憩法フ公園のある南ホラント州の基礎自治体。 リッセは、砂丘と、休暦地域と呼ばれる地域にあり、北のハールレム、北東のアムステルダムなど、主な都市から近い。公園への行き来には、鉄道のハールレム駅か、ライデン駅、または、アムステルダムスキポール空港から、連絡バスを利用できる。例年、公園の公開は3月半ばから5月半ばの期間に決まっていて、天候に左右されるものの4月半ば頃に、 チューリップの見頃を迎える。15世紀の両場を敷地にした、休憩ホーフ公園は、かつてここで栽培したハーブが、ジャクリーヌ・ドナノーの居城に運ばれたことから、休憩ホフという名前がついたという。ジャクリーヌの死後、地主は裕福な商人に代わり、17世紀、オランダ東インド会社の提督でこの地域を治めた、アドリアン・マーティンス・ブロックが1641年に、 大邸宅を建てるとここで寄席を送った。19世紀の持ち主はファンパラント男爵、カレル・アン・エドリアン夫妻ザ・バロンバロネスファン、パレイントで、造園家、ヤン・デビットとルイス・ポールの雑貨親子に園内を整備させる。二人には、フォンデル公園の設計をした実績があり、休憩ホフ城を囲む庭をデザインした。庭園の開園は1949年。 当時の立世市長のアイデアで、オランダ国内ばかりでなく広く、ヨーロッパ全域から造園家を招いて、屋外球婚展示会を開き、園芸種の球婚のコンペの開催を決めたのである。これによって、オランダの輸出産業を伸ばす意味も込められたの輸出国。園内にはいくつもの庭が作ってあり、色とりどりの花や樹木を使ったデザイン。 様々なスタイルの区画がある中で、イングリッシュガーデンはカーブした小道をたどると、思いがけないところで景色が変わるように設計してあり、ザッカーとアムステルダムのフォンデル公園地区他の造園家が手掛けた1830年当時の面影をとどめている。垣根に囲まれた歴史庭園には、昔の栽培種の一年草が保存され、また自然の庭区域では、 植え込みが水辺を囲み多年草と一年草の組み合わせが美しく咲き誇る。日本庭園は田園風景を斬新なデザインで再現した和美の世界。旧県保府公園に行けばチューリップがどこまでも咲く野原が見られるという来園者の期待と異なり園内でその眺めを楽しむことはできない。公園を取り巻いてチューリップ農家の広大な畑が広がるものの畑は 休憩保府公園のような公共の土地ではなくほぼすべて私有地のため公園の入場券を持っているからといって畑に入ること無断で立ち入ることは厳しく禁止されている。毎年3月半ばから5月半ばに公開。休憩保府場は年中いつでも見学でき、お城の祭りや女性のナイトパーティーマイナス冬の古城など様々なイベントや行事が行われ、 クリスマスフェアは有名な年中行事の一つ。また城内を使って、クラシック音楽の演奏会が開かれる。ユリアナ女王の後ろ盾を得て、旧憩ホフの庭園はこれまで、王族や名士をたくさん迎えている。1950年、最初の訪問者の中に、女王の三人の王女、ベアトリクス、イレーネ、マルフリーテもいたのである。映画制作に情熱を傾けるベルンハルト王子は、 園内でユニークな作品を撮影し、オランダの王族はそれぞれにこの公園を訪れてきた。2001年、ウィレム・アレクサンダー王太子とマキシマ王妃が初めて、揃って国民に会ったのもこの地であり、二人が記念に植樹した、西洋シナのキティリア・エウロペアには、王家の母大樹という名前が付けられた。また王太子は2003年の秋、オリンピックのメダル受賞者アンキー。 バングルンスベンとピーター・ファンデン、方変バンドと3人で園内に設けられたオリンピックの五輪マークをデザインした区画に一つ目のチューリップの球根を植え付けたのである。2005年の記念式典でオランダ王女マルフリートが開園を宣言している。毎年1月に全国チューリップの日という恒例の行事が行われ、アムステルダムにチューリップの季節の始まりを告げる。 ダム広場を埋め尽くす花の絨毯を眺めた人々は、午後には自由に花を拾って持ち帰ることを楽しみにしている。チューリップの庭園、休憩保府公園、休憩保府場、ありがとうございます。